その昔、天も地もなく、ただ混沌のみがあった。やがて言語神オルサが生まれ、世界を作った。自らの他に誰もいないことを悲しんだ彼女は、自らと似た姿のフィニスを作り、彼との間に13人の子を設けた。だが13人目の子を産み、オルサは命を落とす。彼女の死をフィニスが嘆き悲しんだという。世界が朽ちるまで長く長く。長い時が過ぎた。ようやく見つかったようだ。選ばれし聖火神よ、導け。俺の神秘眼が必要かい？俺は本物にこだわりたいんだ。君が君は旅人だ。長い旅路の末、ここへ導かれた。さあ、まずは戦い方を学ぶんだ。見極めさせてもらうぜ。おっ、やれ。おっ、見直したか。見極めてやる。みんな今ならいけるぜ。おっ、片付いたな。へっ、惜しかったな。旅人よ、眠るにはまだ早い。君はまだ望むものを手にしていないだろう。君は神々の力を選ばれし者よ。君は
権力、戦う力、敵を退ける勇敢な剣、意に沿わぬものを。権力を求めるなら、必ず彼の。君が望むものは権力。よろしい。君の旅は過酷なもの。なぜなら、神の指輪が彼らの手中にあるからだ。三つの指輪はそれぞれ、三人の邪悪な者たちの欲望、富を極めし者、権力を極めし者、名声を極め、彼らは大陸の覇者として、人の欲は深い。君が求め続けるなら、彼らはいずれ、旅の仲間を求めるなら、指輪に。さあ、望みの。なあ。旅の仲間を求めるなら、伝承から様々人助けこそ。私はコニー。このルステラでは、多くの偉人たちが旅の記録やその地の伝説を書き残しています。もし、その伝説を肌で感じることができたら、申し遅れました。私は旅の剣士、ナンナ。おや、お困りのご様子ですね。ああ、私はホセと申します。ご覧の通り、正旅人の身ではございますが、私にできることがあれば、お手伝いしますよ。私はコニー、商人よ。私の兄弟は、大商人になって、私たちを育ててくれた両親に恩返ししたいの。未来の大商人を連れて行きなさい。みんなに自慢できるわよ。お、おお、
実に簡単な選択だ、ベルノート。この牢獄からも出られる。悪い条件ではないだろう。私にその資格はありません。貴様のその才能、罪人として朽ちるには惜しい。飛翔薬、貴様が生んだ死の薬。違う、あれは万病を治す薬になるはずで。おう、薬を与えた人間は皆死んだではないか。飛翔薬を私のために作るのだ、ベルノート。私は二度とあの研究には手を出さない。そうか、仕方がない。何をする、彼女は関係ない。そう騒ぐな、眠、今はな。この女、光が見えないそうだな、かわいそう。この女を治すため貴様は薬を研究していたな。どれ、頼む、やめてくれ。分かった、協力。だから、リンユだけは。契約成立だな。私に下る喜びをかみしめ、あらゆる権力を持つこのタイタスに不可能はない。司祭様、今日のお仕事は終わりました。何かお手伝いできることは。ありませんよ、リンユ。いつもあなたの優しさに聖火のお導きがあります。司祭様こそ聖火のお導きが。リンユ、その声、今日も教会の手伝いありがとね。リンユは強いよ。タイタス大聖堂が完成したらあなたを修道者に進めてみる。ありがとうございます。でもお手伝いできるだけで。ねえリンユ、あなたの恋人ヒヨクの人なんでしょ。タイタ様と一緒に町を守ってくれ、元罪人の人たちなんて。分かっています。でも何でも相談してね、力になるわ。ありがとうございます。それリーユ、ねえちゃんと帰れます。あなたは強い、だから心配なの。